はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スイッチの EUKEL 版を買いましたので、桃太郎電鉄、昭和平成令和を定番、こちらをやっていきたいと思います。桃太郎電鉄シリーズはワールドが発売されたばかりですね。ただワールドって結構仕組みが変わっていたりして、そうですね、なんかカードにゲージを貯めないといけないとか、正直どうかなと思うんで、もう手続きからすれば。なのでこちらの既存の、定番桃鉄をやってみる、ことをいたしました。ツイッチでですね、配信を行っております。ちょっとボリュームを調整。こんなところかな。はい、ですね、ツイッチぜひアカウントフォロー、お願いいたします。プリーズマイアカウントフォロー、ツイッチアカウントフォロープリーズ。アーカイブは YouTube でアップロード予定です。2日後ですね、4日の21時頃にアップロード予定ですので、ぜひ見てください。YouTube チャンネル登録、高評価お願いいたします。マイ YouTube チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。This live archive upload two days after。プレミアライブ。旧 Twitter である X のアカウントを持っております。ぜひ見てください。アカウントのフォロー。リポスト、いいねお願いいたします。ツイッター X マイアカウント、フォロー&リポストプリーズ、グッドボタンプリーズ。はい、では始めていきましょう。一人でも桃鉄ってどんなんだろう。ああ、100年モードで、なんか100年プリントみたいな。3年決戦でいきます。知ってるよ。ちなみに振り仮名ありで行います。はい、あれ3人プレイなの。変更しましょう。さすがに雷神豆鬼では弱い。職員分益の収益が上がりやすいってどういうこと。収益率、買ったら収益率が上がるってこと。絶好調になるとこの役でさまざまな攻撃を仕掛けてきます。エンマは昔は最強でしたよね、スーパーファイコンシリーズでは。2人とも雷神でいきましょう。ちょっとガキも試してみたいな。ということで3人プレイか。まあ桃太郎社長でやってみましょう。ビオレママ号とかあるんですよね。いつもでしたらこんな感じで。カンポくん号すごいな。スシロー抱っこ寿司号、
ーリングキング王、カナヘイのビスケ&ウサギ号か、カンポくん号で行ってみよう。やっぱカンポの宿はいいですね、いいですからね。はい、ぜひ、チャットも開けてますので、チャットなど いただければ嬉しく思います。では行きましょう。うん、いいでしょう。シャッフルしましょう。あーっと一番後ろですね。はい、ちょっと3年っていう電撃戦となると、最後の3番手スタートっていうのはあんまり都合が良くない。うん、そうだね。3年は1億円です。3年でないモードっていうのもあって、それだと1000万になります。短期決戦ですね、1億で。淡路島だ。ちょっと早いな動きが。あれ、どこ行くんだ、飛行機乗るんだ。あ、そうだ、プラスにしたいんだ。柿社長は急遽収入カード持ってますからね。でもみんな飛行機乗るんだ。なんで飛行機乗るんだろう。お、関空への直行便でもやってんのかな。ちょっと設定を変えましょう。ちょっとメッセージがここなしか早い気がします。なおですね、夜は これのですね BGV もやりたいと思いますので、ぜひ起きたい方、起きてる方は見ていただければと思います。記者の設定はまあいいや。スピードだな。いや、記者の設定は変えないでいい。メッセージ記者、メッセージは普通にしよう。情報、なるほど。マップ、全体マップ見てみるか。拡大できるんだ。拡大はプラス、なるほど。でこういうふうに、全体マップに戻って拡大、なるほど。ここ飛行機がこう飛んで、ここが関空だから、ここに飛ぶとあれだ、淡路島が近いっていう寸法なんだ。淡路島ここですからね、明石の南です。あと富士山だ、富士山もありますね。ちなみに東海道本線沿い通ると青マスが多い。まあお金を足しながら、もし物件駅に入った場合は物件を取ることができるので、自分はこちらで行こうと思ってま思います。で、
もちろんカードで急行収入を使う。8、鎌倉はこれ9、あ、間違えた。利益率高いやつを買おう。それ昨日会社でなんか三浦さんのマグロが料理されて、それを食べましたね。すごく美味しかった。あ、ミスったな。あれ、普通に急行収入使わなかったんだ。ああ、そうか、特性があるからコンピューターに。使う人もいれば使わない人もいるんだ。星飛びカード、ちょっとガキが、あ、違う、急行収入カードなくなるまでは使った方が絶対お得。ジョイコン不便だな。やっぱプロコンに早く買わないといけません。つけ麺屋、ラーメンは結構美味しい物件らしい。はいはいはい。あ、怖い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 。一瞬隙があったらなんかスリの銀次でもやってくるんかなと思っちゃう。ん、どこ行くんだ。え、北の方行っちゃってるぞ。淡路島と反対な。お金を確実に増やそうっていう算段ですね。一方ガキ社長はもうゴールに向けて、今伊豆ですね。伊豆を通過してます。どこ行くんだ。え、これ愛知に行くのか。で、急行収入をなくなる前に使う。3、4、ん、あ、松崎懐かしいな。伊豆旅行し、あの静岡旅行した時もあります。で、うちもそうそうプラスになっとかないと物は買えませんからね。戻ってきますね。もうプラスにこだわってる感じがあります。特急カード、向かいますね。早いな、やっぱり。あれ、もう行かないのか。あれ、何をしたかったんだ。まあでも特急カード得てる。うわー、すごい。まだ急行か収入カードはある。よしよしよし。岡崎まで来た。夏なんで青マス止まっておきましょう。 OK。 さあ必死に追っかけますね。あ、でももう白浜まで来てるや。雷神社長早い。うわ、すごいお金を獲得した。特急し、嘘だろ、でかすぎるだろ特急収入カードって。さあ関空にやってきました。先行してますね。ここで使い切った。期間延長、私はまだ急行収入がある。お、美味しいな。さあどっちに行くといいんだ。できればプラスマスに泊まりたい。四日市。あー、なるほど。
ちょっと考えましょう。赤多いな、関ヶ原越えは。赤か。これも赤になる。ってことはここ行ってもしゃあないから一回戻らないといけないよな。ね、こう。これだと伊賀に泊まって買い物はできるが、まず貧乏神を阻止しなきゃいけないよね。傷。エコカード。さあ秋になりました。8月はやっぱりプラス欲しかったな。さあもう近づいてまいりました。まとめて買うな。ゴール近いですからね。まだ結構プラス得れるんだ。ていうかガキ社長地味に、あ、なくなった。まあ仕方ないな。4、どっちがいいんだろう。そこでプラス拡大虫眼鏡。ナンバー見てみましょう。ナンバーはセイロンライスやたこ焼きや豚まん屋が売ってますね。どうしよう、どっちを選ぶかな。あ、まあナンバー行こう。全部買いましょう。あ、もう全部買っちゃえばいいんだ。まとめ買い。さあ、ほとんどもう近いとこにいますからね。接戦です。ゴールはできない。こっちも急行周遊カードは使い切った。出た。帰ってきた宮田メンジ。まあ、美味しいな。ゴールは近いが神戸。おいしい。どういうことだ。特化エコは持ち金を特化えてしまうんだ。ゴールした後に特化えるのもありですね。なんだか1、2、3。さあ有馬に行くか、明石に行くか。有馬は炭酸せんべい屋ですね。炭酸せんべい美味しいです。三つ星の。あ、もちろんこっちですね。はい、違うわ。まとめ買い。オートピックス？うわ、宮田メンジ来た。シャップハット鉄次だからな。臨時収入。ラーメンは本当美味しいんです。またかよ、ラーメン日本一。あ、うちのだ。つけ麺屋だったんだ。つけ麺私食べないですね。でも臨時収入は嬉しい。九州来た。回ってゴールするつもりやろうな。来
たー。わあ、美味しいな。さあ、貧乏神が登場。接戦ですが、ガキ社長につくことになりましたが、そうだ、目的地がチェンジされる。大阪すぐじゃないか。あー、くそ、買い占めやがった。悪巧みは引き返す。これ引かしたらつくのか。美貌神つきますね、うちに。3でゴールか。1、あ、ダメだ。麻酔つけるのもいいんだけど、ナンバー追加購入、あ、ダメなんだ。え、追加購入できないの？え、そうなんだ。谷川は、谷川危険ですね。落下死が。穂高行ったことありますね。いいとこです。その下の唐沢っていうとこも、唐沢だっけ、あと上高地もいいんですよね。ザイデングラート、これ単独なんですよね。剣だけは天の木余裕ですね。行動系欲しいな。うわ、吸収油ずっと使うむしな。おかしいだろ。ゲームバランス壊れちゃうやんか。特吸収油なんかもらったら追いつけなくなるよ。ちょっと離れ、貧乏神つかないで離れたところで特化エコカードを使うか。坂田だ。坂田は寂れてましたね。悪口、追いつくなよ。 OK、 ひなせです。あ、これ買い占めない。買い占めないな。買い占めてもいいとは思うんですけどね。さあ、変わりだ。カードが割れる。2枚、最果て。あ、ぶっ飛びを消えたな。まあまだ早い。安全なとこまで逃げたい。まあまあいいでしょう、これは。え、いや、いいんだよな。な、この駅ってなんだ。いや、いいんだよな。うわっ、なんで、やめてくれー。かなりお金持っていかれます。え、嘘だろ。
まあこれではスズメの涙です。あ、価値が上がった。マジかよ。のぞ、うわ、のぞみカードか。に岡山行かないんかな。7億か、ガキ社長。キエイ、期間延長カードってなんだっけ。うわ、デピールはちょっと嫌なんで、ライジン社長、あ、買わせるんだ。うわ、しかも行動できない、これはやばい。プラスにはなるが、む、京都へ、そうだ京都行こう。油飛びがいいや。京都高いな。京都です。え、どこ行くんだ。貧乏神抱えたまま。お、一等地を抜くカードってなんだっけ。2200万。ちょっとお金が減ってきましたね。吹っ飛びは嫌だな。基本的にぶっ飛び好きじゃないんですよね。え、まあ、マイナスはな、ありえないんで、とりあえず気温にいっとくか。え、まさか、やめてくれ。ん、お赤飯、いや、そんな、そんなのがあるんだ。びっくりした、一瞬これあの水の銀次かと思った。冬は明けました。そう、いいな、たくさん変えて。差が広がりすぎだろ。どこ行くんだ、戻った。何を売る。あ、買ったばっかりなのに。早くちょっと移動系を買っとかないといかんよな。あ、ここで帰る。特急終点3億すんのか。ぶっ飛びはでもいるよな。イエロー北へ。特急。もう一個買うべきかな。買っときましょう。ポイント？1200万円分か。1年目の決算がやってまいりました。だってこんなの、いやもうね、勘のいいガキは嫌いだよ。あー、最下位ですね今のとこ我々は。プラスにできなかったのと、やっぱり目的地つけなかったのがでかいな。敦賀に先に取られた。まあでもそんなに利益率美味しくないからいいか。短期決戦は利益率は鍵ですからね。どこ行くんだ。あ、特急カード。君が全てってなんだ。これ、ああ、そうか、収益が上がってるから。え、どうしよう。ちょっと待った。そう、虫眼鏡だ。
西島根は安があれで、はい、プラスすると虫眼鏡、酒田日本海縦貫線経由なんだけど、まああんまりプラスがないんですよね。ここは目的地は酒田なんですが、こっち結構プラスあるのか。ただそこまで行くのに結構マイナスが多いし、もうここまで津川の手前まで聞いちゃってるから、普通に美味しくないな。小松、東尋坊もあるけど小松、上3つを買いましょう。急行カードか、ようやく特急カード近づくかな。これの目的地にどこまで近づく。また特急カードだ、うん、あ、しかしその特急カードを割られてしまった。茶屋街マイナスになる。茶屋街行ってみるか。あ、結構利益率高い。え、職員物件か、うん、どうだ、ギリギリだが、あ、下がった。あー、なんか雷神社長おかしくない？なんかプラス額が多くない？不公平じゃない？でも脅威ですね。操作しにくいな。やっぱりプロコンがないとしんどいわ。糸魚川まで来ましたが、この辺が買えない。お、鴨鍋屋を買った。積極的です。カードで追いかける。6か。京都の手前まで戻ったけ。なんか進行形カードやけに取らない？いや、旅ってそういう旅か。そろそろ、あ、プラスのマスに止まりたい。1、2、3。これだとマイナスになるから、お伏せもあるけど、あ、これだとマイナスかあれしかないんだ。よし、プラスに止まりたいんで、 OK、 一気に
望みカード持ってんのかこいつ。どこに行くんだ。普通にプラスで、うなんでやねん。雷神カード、雷神おかし、社長おかしくない。あ、だいぶ追いつかれてる。変身する。きた。どうでしょうと見せかけて、これがあるんですよね。今どの辺だっけ。4。あ、プラス液だ。まあいいんだけど、特急カード一つ持ってるからな。近づいてきてるぞこれ。高山だ。まあいろいろ変えて嬉しいな。さあ福井のあたり来た。4。ホーリンボーだ。何？キングボンビー金。普通のパターンですね。11億か。あ、これお金が変動するように演出されてるんだ。これで物件なし&乗り物件以外、物件なし&借金1、2。まああ、結構マイナスだな9月は。まあ、仕方ないや。プラス分の方が多かったし。まあ、特急収入まだ持ってんだよな。たちまち追いつかれてしまう。あ、新幹線だ。再びお金。演出すごいな。あ、なかなかカードを手に入れられない。2だ。さすがに10月になるとプラス額も減った。またラーメンです。どんだけラーメン好きなんだよ。またつけ麺屋だ。嬉しいです。まずは5040万。当然使うよな。ゴールさせたくない。村上までこらえたか。もう坂田もうちょっとですからね。新幹線だ。あんまりいいカードじゃないかな。え、だいぶ近づいてきてる。なんだ俺。あ、記念仙人じゃなくて すごい共演。旅？え？旅？わ、飛ばされた。カードを全滅。あ、これ本物が1個しかないやつだよな。どうするか。
お金はプラスになったもののだいぶ遅れを取ったな。嘘でしょ。3年はちょっとスプリント勝負だから逆転難しいな。これ税金たくさん取れよ。スペシャルカード、調子かいいんじゃないでしょうか。調子はまあ比較的新潟県にいるから遠くはないですよね。ちょっと追いつくの難しいと思うな。そしてこんな地獄へ。コンビラス駅、あ、マイナス駅だ。えぐい。副将手なんだよ。デビル系カードを強制的に受け取るのか。下が早い。ユーザーか。ちなみに新潟に着くこともできますが、新潟誰かたどり着いてなかったっけ。まあいいや。うわー、まただ。まあデビルの10分の被害額10分の1とはいえカード枠1つ埋まっちゃいますからね。まあでもうん、つけ麺屋どこから来たのか、ご苦労さんねに聞こえてしまう。次はゴールしたいが、でもいやおかしいだろ。うん、知ってるが。短距離戦不利だな。どうする、どっちを、右を選んだ。音楽がいいですね。次がゴール、まあお金は減るが、どこに行くんだ。あ、行かなきゃ、行くことは強制されるんだ。ほい、高崎まで来た。買いましょう。パスタいらん。上4つだけでいい。いいえ、買い物カード買ってないもんね。知ってるよ。おいしいな。あったか。え、なに、え、なになになに、生ハーゲン。え、なになに、あ、怖い。身ぐるみみんなハイである。やったー。物件を、あ、物件を奪うんだ生ハーゲンは。うわっ、帰ってきた宮田メンジが消えた。あ、でもそんなに奪ってない。急行集か。これついていくのかな？ついていかない。難しいな。勝たせたくないけどな。それでもまだ有利だからな。
さあ、辛い、辛すぎる。特にこういう短期決戦だと不利なんじゃないの？あと何マス？17マスか。熊谷へ細かく買っていきましょう。この3つ、磁石工場とかセメント工場があるんだ。セメントって秩父鉄道の秩父セメントあたりかな。磁石ってなんだ？もういいよ。来た。追いつかれるとやばいんだ。新幹線なんか運良すぎない？雷神社長。さてゴールできるか。あと一マスだが、小物なのか。次いいんじゃないの？飛ばされた。 3D ですね。15マスか。うん、まあ東京へ。ヒレカツさんとや。さあこれで決算です。は来たけど全然だな。まだまだ話にならない。なんだこの超格差。ガキ社長が一気に落ちていってるな。知ってるよ。頑張ってくださいって。格差埋めるような働きってしてくれないのか。11ぴったりじゃないとダメなのか。どうだ、幕張まで来た。あ、ゴールするとこれ調子にゴールするんだ。あ、いや、ま、そうは言ってない。繰り返し？なんだそれ。ここで虫眼鏡。調子は回れんのかな。ぐるっと回るのはここに来ないと回れないよね。日本橋利益率が低いな。モーライスやってなんだ。まあ、買わなくていい。やばい、追いつかれてしまう。どこ行くんだ？あれ？千葉。またなんか買うんだろうな。
まだだ、9マスだから。まだです。幕張だ。変えるか。そうそう、プラスのも、あれも考えないとね。あれ？あ、いなくなったのか。いや、おかしいだろう。連続。山口だ。資金調査して一番人口が少ない。かっこ悪口。時間ないしなぁ。こいつがどこに飛ぶかだよなぁ。ぶっ飛びはまだ持ってるからな。さあどうだ、開くかその口は。う、わからん、いけるか。あ、いけた。ようやく脱出できました。お、すごいな演出が。下田に戻ってきたや。いらねえよ。山口か。あ、そうだ、そういうことだ。雷神強いですね、これ。なんだ。伊豆高原。あ、松崎の方に行ったか。え？汚い。記念仙人だ。悲しい記録。マイナスが消滅。あ、結構でかい。あ、しかも貧乏神の悪行もない。3。2。君が全てって何？うん。高崎に行け。どこまでプラスなんだろう。あ、ここでプラス終わっちゃうのか。まあ、カードばっかりだもんね。引き換え券カード？また急行集か。絶対これ操作されてるだろう。あ、エンジェルカードだ。
カラワリラー、エンジェルカードも消えるのかな、これ切り返しカードか。おー、地味にお金が増えていってんな。できればな、特急系が欲しいんだが。あ、ダビングカードで特急しかないよね。チターン、犠牲になるけどは。関空だ。あ、関空じゃない。高知かな？いや、関空か。山口だったよな。なんか、あれですね。迷走してますね。またかよ。伊豆半島、大変なことになってます。え、8月だったよな。あ、10月か。じゃあ、ダビングカードを、もちろん特急カード。これ、引き換え券って何？カード売り場持っていて使うと、その売り場のカードと1枚無料で引き換えられます。だって。お、いいですね。あ、プラスになった。さあ、どっちが近いんだ？やっぱり上が。あ、ちょっと待った。プラスが多いけど、宮崎着くのか、これ。宮崎着いたら山口はここか。山陽線結構マイナスが多いんですよね。まあ、ここマイナス多いけどな。まあでも、一見買わないとどうしようもないしな、結局は。天王寺だ。あ、これ全部まとめ買い。ちょっとあんまり変わってないから、水の銀次気になりますけどね。またラーメン屋だ。また3年連続つけ麺屋だった。嬉しいですね。周遊カード。そうすぎるだろ。プラス駅か。11月だからそんなプラスじゃないな。動けない。さっき戻る。桜餅の葉っぱ園なんてあるんだ。なんだろう。100件目。あー、望みカードだ。23で特急は無理やからな。123神戸。利益率高いものをなるべく買いに行って、大判焼き？もう臨時収入も期待です。やっぱりグルメなんですよ。G
地味にやっぱここへ来て、でも短期決戦だと辛いな。5名刺。幼児服ってなんだ、赤ちゃん本舗、赤ちゃんじゃなくてミッキーハウスとかじゃないかったっけ。お払いカード、速球周遊あったよ。進行、あ、望みカードが消えてしまった。特急があるんだけど、ウッドビアありえないからな。虫眼鏡だってさ、結局特急行ってもこの先赤ばっかりやん。あんまり旨味がないんですよね。赤し。買ってしまえ。直線だ。どうしてできないの？あ、増資システムってもうなくなったんだ。この道はね、来たか。この道ラーメンを購入です。急行カード、特急カードか。エンジェルが着実に資金を増やしている。2か、無理だ。あの、もうゴールは淡路島カードか。あ、また引き換え券カード。あ、もっと2ヶ月しかないじゃん。ハニマ行って物件買った方が良かったかもな。うえキュシュー、ゲームバランス的にどうなんだろうな。あ、近いとこにいるペルリ。隙がないからな。1、伊豆公園。あと、うんちが邪魔をしている。サマーオレンジ園ってなんだ、シャボテン公園のこと。まただ。ん？何？ミカエル？おお、なんか恐ろしい。13億？嘘だろ？あ、間違えた。淡路島に行くつもりだったのに。ぶっ飛びだ。どこまでぶっ飛ぶんだ。方角は悪くないな。小松、止まれない。カエルが、赤石に戻ります。
終わってしまった。1時間ちょっとですね。3年だと。そうです、あの3人でプレイしてるから最後にやっぱりまくられてるんじゃないかな、あのミカエルとかであるから。またお前か。当然ですよね。あ、逆転された。悪くないんだけどな。カード駅ちょっと場所覚えとくことが大事かもな。全部目的地を取られた。次の銀次は発動せず。ポコンとかビッグボンビーは何なんでしょうね。デストロイ号。なしだよ。いいえ。ということでこんな感じか。ネットでもお手つって。すると あ、なるほど。まあ例えばうち大阪府だったら、フレッドと対戦、ゲストと対戦。なんだろう。いや、戻る。
ああ、なるほど。マイレージサービスって何？面白そう。なんだこの桃鉄グランプリって。昨年に冬にやったんだ。キャンペーン情報？なんだろうこれは。ランドマークに寄付。例えば香川だったら丸亀城があって、まあ、フレンドをなるべく増やしていかないといけないってことですね。これどうやってフレンドを増やせばいいのかって問題ですね。そこはやっぱりリアルフレンドが増えないとダメってことか。何これ。あ、イベントなんかあったんですね。そんなのがあったんだ。あ、まだだ。あ、保存しないから見れないんだ。セーブされるのかな。ダビングとかデビルとか、ちゃんとスキャナーを使って何するんだろう。キャラスタンプ、なるほど。近くで桃鉄ってなんだ。いいえ、他の本体は無線電波。近くってまあ LAN ですよね。無線 LAN か。家の中とかで戦うのかな。外でなんか戦えるってことかもしれない。メンバーになる。桃鉄ってランなんだろうか、それとも ローカル通信言ってるからランなんだろうな、これ。桃鉄とかいろいろできますね。
めてタイトル戻ることってできないんだっけ。どこへタイトル戻る UI になってんだ。遊び方かな。まあひとまず、うん、ここまでとしましょう。本日は見ていただいてありがとうございました。よろしければ、Twitch のアカウントフォローぜひお願いいたします。プリーズマイ Twitch アカウントフォロープリーズ。YouTube で、この配信のアーカイブ2日後12月4日21時にアップロードいたします。ぜひ見てください。 YouTube チャンネル登録高評価もお願いいたします。 YouTube マイチャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。 This live アーカイブ My YouTube チャンネル My YouTube チャンネルアップロード2 days after プレミアライブ。旧 TwitterX のアカウントを持っております。ぜひ、お越しください。アカウントフォロー、リポスト、いいねもお願いいたします。 TwitterX マイアカウント Please watch and アカウントフォロー Please and リポスト and グッドボタン Please ということで、スイッチの桃鉄遊んでいきました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。